おそらく感染していると言われたといいます。現在検査結果を待っている状態です。コロナかかったら本当死んじゃうんじゃないかなっていうふうに襲ってきてたんで、移してしまったかなと思って、ちょっと罪悪感もあります。医療現場の逼迫が深刻化する中、日本医師会の中川会長は今日菅総理と会談、現場の危機感を伝えました。緊急事態宣言の全国的な提供もぜひ検討の中に入れてほしい、検討を始めてほしいということを話しました。欧米に比べはるかに感染者が少ない日本、国内に8000以上もの病院があるにもかかわらず、なぜ医療崩壊の危機が叫ばれているのでしょうか。日本の医療機関のうち